見見れば見るほどです、はい、先ほどのニュースにもありました広島の方は本当にね、はい、胸が痛みます。うんしっと ずんだもちさんからもいただいております、刈谷のトラックおじさんからも、大沢さんからも、夜明けのジュピターさん、そしてラハナの民さんからも、ナンバー69番さん、原発はいらないさんからも、プクノーバさんからも、ヘンゼルはグレテルさんからもいただいております、えー、そしてこちら、あそこの方もさっきも名前出ました、69番さんからも、ねえ、朝地区広島市、この。 え、被災者のコメントで近所の方が亡くなられて発見された様子を目の当たりにして助かっただけでもありがたい。えー、罪悪感じゃないけれども本当に申し訳がないとな、涙ながらにおっしゃっておられました。見ているこっちも涙が流れてきました。今日も広島の方は天候が不安定みたいで心配です。再び雨が降るみたいで。もう一つまたこれ地盤が緩んでるところにね、 はいうん、これでも全部収まってるならいいけど、まだぐっとこう、うん、持ちこたえながらいる崖っぷちと言いますか、そういう、はい、山肌表面というのもあるとするならば、ええ、そこに雨が降ったら、はい、またもう一つ、 起こってくると。被害もそうですし、救助活動もちょっと、ねうん、あ、そういうことです。弾まならなくなる。現に救助している方が亡くなりましたもんね。えーえー、はい。えー、再び雨が降るみたいで捜索活動もさらに難航しそうで行方、うん、不明者も増えているんで胸が痛みますということ。でこんな中でクリオネブルドックさんからいただいておりますけれども、えー、壁東これ朝北区の壁というところの東壁東,壁東、えー、では住民が避難した隙を狙って アキス被害が未遂も含めて2件発生し私るってい、ええ、僕らこうあちらの方には親戚も知り合いもいませんが、うん、れでも心を痛めておりますけれども、うん、ね心を痛めるどころかですねそういう不幸な人のところにあったものをまた持ってくぞという 2>,、うん、2件。 発生。二箇所は同じ六丁目の近所だったことから、えー、県警は同一犯と見て捜査している。まさか自分が被害に遭うとはと、娘の。 自宅などに避難中、家を物色された無職の男性73歳は、戸惑った様子で話したというんですね。被害に気づいたのは、避難先から自宅に戻った21日午前9時ごろ、ガラス戸が割られ、洋服ダンスやカバンが開けられていた。幸い盗まれたものはなかったが、県警に被害届を出したということです。県警によりますと、6丁目の別の住宅も空き巣被害を受けていて、そして家主が避難していた時の犯行とみられ、 金品が盗まれたと、まあ、こういうようなことは、まあ、いろんな犯罪はもうみんなあかんでしょうけれどもねなんか、うん、でもやっぱ中には同情できる犯罪もあるとは思うんですよ例えば母が病気でねでそのためにいやもうええー、ぜいうのはあるかも分かりませんひょっとしたらね、まあ。それがよく裁判なんかで情状酌量の余地があるとかいう話でしょこういういのは本当 本当に許せんですね、うん、なんというかね。まあねだからもうそもそも、うんうん、と泥棒をする人の心いうのはそういうもんなんやねっていうふうに思うしかないですかね。よしあらためさんからも、うん、まあどんどん死者が増えてね救助に駆けつけた隊員さんも犠牲となってあまりの惨状によく立ち寄り行きつけのこの鉄板焼き屋で一杯やるだけになおさら心配で,でなりませんというねこの方は向こうのことをよく知ってる人ですから。 余計にこういったものを見ますとね、あの、はっと思いんでしょう。風俗発電さん、私は大学で都市計画や地域計画を学びました。宅地を造成する際には、えー、いろんなことをこう調べて、地質とか斜面角度とかね、はい。で、えー、条件を重ね合わせて評価し、その土地が適しているのか適してないのかを 環境評価しましまたきちんと評価していればこのような土地に住宅は造成できなかったんだと思います土地の環境評価を行わなければ今後もこのような被害が起こると思いますというのは先ほどのニュースにもちょっとありました、はい、そのためには費用がかかる、はい、そしてこの評価の結果によっては何でうちはそういうふうなとこなんやと、はい、土地の値段下がるやないか、うん、うちは壺こんだけで買ったのに。うん あんたこれやってからえらい評価下がってるんや。はい、どうしてくれるんやというような声もあるというのはさっきのニュースでしたよね。ただまあそこが危険か危険じゃないかっていうのは、うん、そのそれ以前にもうすでに事実として。 ある。それを知ってるか知らないかっていうだけの話なのでね。うんはい、しかも、ね、あの、お金とじゃあ命とどっちが大事なのっていう話にもなってきますただまあね。何にも起こらんときにはお金が一番大事じゃないですか。ううこすね、起こってからはちゃんとした評価せなあかんやないかという声もありますけれども。えーはい、青空があって今日も一日、ね、ゆっくりのんびり過ごせましたな。うん、え土地がここはあかん土地で下がるやないかという日常性の中で、うん ねね、安定した日常生の中でこういったことがどうやろうと、ね、日常普通に生活していたらそうやって指定された本当にそうなのかって何もないじゃんっていうふうに思っちゃうのはこれはもう人間としてどうしてもある感情ですもんね,ねだからこそ今こういった時だからこそみんなが必要性を感じている時にこういう普段進めにくかったことを進めてほしいそれがやっぱり今回被害に遭われた方とか亡くなった方の こととを無駄にしないそうですね、あの、今回の土地も過去に、じゃあ全く本当に何もなかったのかって言ったら、この間もありましたけどえ、過去には何回かそういうこともあったっていう事実もありました。その時にそういった対処をしていればその、その条件も含めて買うか買わないかって今住んでる人は決められるわけで、でもそこの指定みたいなものがなかなか進んでいなかったもんだから、さっきもありましたけれども、その危険性を知ってて、うん あそこにいたのか知らなかったのかっていうのことにもなってくるわけでしょというようなこともいろいろ行政でやってもらわないかんことでしょう、はい、ドラム缶王さんから頂い,いております災害とゴルフ。 また問題か、いうことで、これもちょっと、全然読めなかったんですけども、実はこのことについては、あの、来ておりました。まこちゃん、ね、安倍さんがゴルフをしていました。これ、後々大問題になるんではないでしょうか、ということです。そのまこちゃんですが、安倍総理と各大臣は当日に千葉県でゴルフをしていて、朝の6時に土砂災害が起きているのを把握しているのに、ゴルフ場から指示を出してゴルフを中止することをしないで、そのまま1時間以上もゴルフを続けていたということです。 過去にも森首相が総理を辞任するきっかけとなったのが日本の学生が乗った海洋自習船がアメリカの潜水艦と衝突して沈没したのを分かっていながらゴルフを続けたのが国民から大批判を受けて後々、あ受けて辞任をしましたから今回の安倍総理も同じことをしたので後々大問題になると思いますというのはこの孫ちゃんピンピンダラリンさんからでどういう経過かと言いますと一連の経過を見ますと午前3時半ごろ広島の のほうではがーっと大変なことになっている、記録的短時間の大雨が出たとで、4時20分に官邸が危機管理センターに情報連絡室を設置、6時半に安倍首相が関係省庁に状況把握などに全力で取り組むように指示をした、で、遊んで、ぼーっとしてたわけじゃない、指示をしたと。うん、一方広島県が陸上自衛隊に災害派遣を要請7時22分首相は 別荘を出発、二十六分ゴルフ場着、八時二分プレー開始、五十九分プレーを切り上げ、九時十九分ゴルフ場発、十時五十九分にいわゆる官邸着。と帰ってまいりましたということです。まあ、首相もゴルフ中は落ち着かなかったと思いますが、強いて。 し,していいいななかかっったたらこういう見方はされなかったと思いますするなとは言いませんがいろんな事態が国には起きているんですから首相在任中はゴルフを計画に入れるのはやめてほしいというのが私の意見です。 からえー、十字屋コーヒーさんでそのさっきの問題となった森さんですが今回森さんもおったということですはい今<回>一緒にプレ,プレーをしていたというね、はい、メンバーの中にはいたみたいですはいいたぞということですね <laughs> 困った母さんからもやっぱり えー、いただいております。えー、それから、えー、大河ドラマ、坪井りを主演、中村正俊さんからもいただいておりますが、まあ、この方は、あの、批判すべきことではないと思います、という、今回、安倍さんは情報が入っても、ね、あの、いろいろ批判もあるでしょうけれども、あの、ちゃんとしたシステムとか、そんなものは機能していたと思います。ですから、批判することではないと思います、というご意見。へそ曲がりおやじさんからも、えー、ねえ、 各官僚には文章があるのですから、まあ、あの役割分担というのがあるんですから初めから総理がいなくても対策ができないといったことはないです私も災害復旧の支援のため本部連絡員をやったことがありますがまずは人員の招集動員数の把握それから被害の確認などなど有効対策を打つための情報収集整理で大忙しだったことが 記憶しておりますその時にトップが指令を出しても、それは邪魔でしかないという、まあ、現場で働く人にとっては、ですね、うん、まあどこの組織か分かりませんよ、首相がどうこういうのと、これと一緒にしていいのか分かりませんが、まあ、ちゃんとシステムは機能しているときにです、ね、あの邪魔になるときもあると、まあ、この人は言っております。 えー、それからリス・尼崎さんは、結構だから、さっきの意見にも重なるとは思いますが、あの現地入りしたら下で避難されるかも分かりませんねと、真、うんま、っ先に行くぞという、結構あの来ると警備の問題とか、はいね、で首相に説明せない,いかんとか、ね、いろんなことがあると、そんな時間があるよりも、救助活動を真っ先にやった方がいいというのがあります。 ただ、大絶景バカ満点さんからもいただいております。両陛下は西洋全日程をお取りやめになりましたというところをやっぱり皆さん合わせて考えているようですよね。はいうん、多くの犠牲者が出ていることを受けて天皇皇后両陛下が22から29日に予定していた長野群馬両県での西洋について全日程を取りやめられると発表いたしましたということですね。ヘンゼルはグレテルさん。陛下が休養取りやめたから慌て,て タイミング的にはそそ、そう,う,う,う取れば取れなくもないタイミングですから、木村平さんはね、こういう時にゴルフをしてたとか、天ぷらを食ってたとか、揚げ足を取るのは好きではありませんし、アメリカだったら休養は休暇は休暇で続けたと思います、ただ、NHK の伝え方が気になりました、ゴルフのスタートは被害がすでに明らかになっていた朝7時半でした、でも NHK はゴルフを中止して駆けつけたことだけを伝えました。うんうん だからさっきの時系列で僕がご紹介しましたよね、はい、どういう何分にどうなってどうなってというのは、うんうんで、取りやめるんであるならば、すっと取りやめればいいけど、ね、情報が全部入ってきたわけ、でも出発したというこの事実なんですが、NHK は,い、NH はあのゴルフを中止して。 はい、安倍さんは駆けつけましたという伝え方がちょっとあのニュアンスが違うんじゃないだろうかな、はい、それからわが子を愛するチューネームさんいろいろ安倍批判もいいでしょうけど、どのその前にやるべきことを全部やって、全部終わってから、安倍さん、の時どうだったかということで、しっかりまたね、うん、批判すべきところがあったら批判すべきだと言えばこういうあ、まだ事態がね、収拾できていないので、先にそっちやってちょうだいよと。リスナーさんの中にもいろんなこういうご意見が分かれておりますが、うん、私は。坪井さんは 私は総理ってめちゃめちゃ忙しいようなイメージあるじゃないですか。ありますね。ねええ、で結構ゴルフ行ってるなという、はい、私今ね、うん、私のこの聞けバ聞く報道のです、ね、お便り読んだりとかねいゴルフ行く時間一つもない、まあ、ゴルフ時間かかるます。ということは俺は忙しさでは安倍さんより勝ったな, <laughs> な <laughs> ただ まあゴルフって、日本のゴルフって、ちょっとこう変わったところがあって、純粋に遊びの場合もありますけど、いわゆる。 はい、会社でいうと、接待ゴルフとかね、はいはい、仕事ゴルフみたいなところもあったりだけどまあ今回の場合、どうなのかっていうのか、全然分かりませんけど、はいはい、どうなんでしょう、あのそのオフオンにかかわらず、とりあえずあの結構ゴルフは行ってんだみたいなのは感じる時がありますけど、ね、あイメージ的にさっきの方じゃないですけども、はい、もう首相になったら、ゴルフいのをいっぺん、ちょっとやめたらどうや。はい、というのは、うん、国会議員になったら株の取引はやめましょうってあるじゃないですか、はい、インサイダー取引とかなんかあるんで、はい、そういう制約がありますよね。なん、うん、といういやかんや言われるんやったら、いっぺんやめたらどうやいうような。はあ さっきのご意見も、まあそうかもわかるし。それでもよくドラマなんかゴルフかなんかこうやってやりながらなんかすごい重要な話が決められていくみたいな、はい、あるじゃないですか。私もあの、聞けば、この就任してる間はゴルフはやりません。わ、うん、<laughs> かりません。<laughs> まあねま。どういうふうに皆さんね、取られるでしょうかね。はい